夕の空夕は、1日のうち太陽が沈んで、暗くなる時間帯を指す。夕の海夕の空日没の頃であり、明るい昼から徐々に暗くなって、完全に暗い夜となる前の境界の時間帯である。その点で、夜が明けて、昼間になるまでの朝の反対に位置する。言葉としては、朝夕など体にして用いることもある。夕方、次第に深くなる暗闇は1日の活動の終了を。 示すとともに人間にとって恐ろしい夜の到来を示す。活動可能な明るさではあるがあちこちに潜む闇が不安をかき立てる。大間時の言葉もある。夕方の時間は季節ごとに時間が異なるが、代々2時間から3時間の間である。言うと同じ意味の言葉は夕方、暮れ、黄昏がれ、晩などである。また、漢語の言う、暮れ、暮ら、晩はほぼ同義語である。 ただし、夕夜晩は夜までを含めて言うことがある。これらは明け方を表すことともに、朝夕、田んぼ、明日暮ら、早晩などと併用された。大間時は、合う間が、時合う、まじ、大火事ともいい、黄昏時のことで、古くは、暮れむっつや、鳥の国ともいい、現在の十八時頃のこと。黄昏時は、木が太陽を表し、 暗が暗いを意味する言葉であるが、おうこんや、きこんとは読まないのは、誰かれじとも表記し、誰そ、彼のことであり、そこにいる、彼は誰だろう。よくわからないといった、薄暗い夕暮れの事象を、そのまま言葉にしたものと、本来の夕暮れを表す漢字の黄昏を合わせたもので、ある。太陽が地平線に近づくと、夕焼けが起こり、西の空は、地平線に近い方から赤、大々。 青といいいった色合いを成している太陽が地平線の下に沈んだ後でも大気による太陽光の散乱によりしばらくは明るい状態が続く。これを白明と言い、太陽が地平線の下に沈んだ直後の白明をマジックアワーという。最初に見える星を一番星という。この時地平線上に金星が見えることがあり、余韻の明星と呼ばれる。 金星が見える場合、これが一番星となる。やがて徐々に暗くなり、明るい星から見え始める。生物の側からは、昼間の生物と夜の生物の入れ替わりがある。例えば、カラスやムクドリなどの鳥はねぐらに帰り、コウモリが出てくる。セミが鳴きやみ、コオロギが鳴き出す。ネムノキの葉は閉じ、カラスウリの花が開く。また、セミの日暮らしの名の由来は、夕が由来とも言われる。 ありがとうございます。